ゃあ、じゃあ、もう先週から喋りすぎちゃって。いやいや、もうあの先週の続きで鬼頭事件。鬼頭事件、はい、これね、ドラゴンズと同点で迎えたのよ、球界の名古屋球場でね。名古屋球場で、はいはい、これでね、セカンドランナーになるとサインがちょっと複雑になるじゃない、はい、あのセカンドランナーが、まあ、一塁だったら見えないからバットを出して、バット出して、セカンドだったらこうね、まあ、複雑にねで出すでしょ、はい、次が宇野だったのよ、はい、で、落ちて、はい、で、ランナー一塁だから歩かしたいなと申告敬遠してくれられるんだと思いながら、うん、当時ないけど、はい、で、山本浩二さん見たら、はい、こう1球目こう広く見ていっとるわけよ、まあ監督、その当時の監督ね、山本浩二さんが広く見て、はい、それは分かっとるわなと思いながらそれでね、もう2人で一つ言うような感じなのよ、はい、ね、広く見てと、はい、広く見て、どっちかはっきりしてくれんかなと思いながらも、まあ監督の指示に従わなきゃいけないから、で、ピッチャー来と、当時ね、カープはね、足し算やら掛け算やらやってたのよ、知ってる？いや、知ってますよ。あの掛け算ってね、例えばあの基本形があるのよ、はい、1がまっすぐ、はい、2がカーブ、はい、カープはね、3がシュートやったのよ、はい、4がスライダー、はい、5が特殊球、特殊球のフォークとかパームとか、まあ大体、そうなんですよ。まあ、どこの球団もそうなの、はい、3と4がね、時々違うのよね、はいはい、掛け算で分かる、はい、例えば3、3、1と出る、はい、3、3、1って言ったら最後の1は関係なしで、うん、3、3、1言ったらサザンが9だろ、9、4だから 5の指輪で受けたら4だからスライダー、うん、だったら 2×2 は4スライダーの、これじゃあ4、4、1と出たら4、4、16、はい、5、5、1で真っすぐ、はい、な、例えばだからそういう感じで言って祈祷か、これ間違うたらいけんし、山本浩二さんの初球外せいとるから絶対間違わん数字にせないけんな思うて、1、1、2と出したんや、わかる？いつの間にか1かけ1が2になってんだよ彼は。で、ど真ん中にカーブをバーッと投げてきや、落合さんカーブ一番得意だからスーッとセンター前ボコーッと打たれたわけ。あれ、何しょうるんやけど、お前一番簡単なんだよ、ストレやなんか思いながら、そしたらさ、試合がまあ終わってベンチ帰る、でレガスこう外しとった監督がまあ記者会見みたいなのしながら、でちょうど手壊したらまた運悪く、うん、山本浩二さんが落ちにな、初球からカーブはないよな、一球様子見ろが定石よな、のことをボロッと言うわけよ。でわしも僕もそう思いますって言ってたんよ。サイン違いした人は言えんけえさ。な、僕もそう思いますって言ってた。でもカーブ投げさせてるわけでしょ。投げさせてないよ、投げてきたんだよ、サイン違い、ね、投げてきてるね。ほんでまあ次の日、当時はねメンバー言うのはね言わないのよ、誰がどことかもう大体決まってたから、はい、出るもんじゃと思ってシートロックしよったの、一生懸命早く飯食って準備してたのよ、準備してたあんまり来んかったね、もう本当あのパン1個ぐらいの感じで、よし今日こそ取り返すぞという感じで、そしたら8番キャッチャー上田、9番ピッチャー長富、補欠じゃん、川口やったな、ピッチャー、そうそう川口が絶対わしだなと思ったから、ピッチャー川口ってなったら、ああ補欠じゃん、もうね、しょうがないからさ、飯の食い直しだよ。当時あの名古屋球場は裏に、立川さんちょっと待ってください、コンタクトを落とす話に繋がるんですよね。繋がるんだ。ああ、なるほど。わかりました。待ちます。それで当時あの裏にあのラーメン屋とかあったよね。ラーメン屋とか食堂が。はいはいはい。でいつもさ注文しますよ、ね。そうそう、あのジュースがうまかったですよね。そうそうそう、ミックスジュース。バッグの中いつも1000入れてたの。はい、で補欠になったから、よし飯の食い直しだと。で出番はなかろうしなと思いながら、でラーメンとチャーハン食って。食いすぎじゃないですか。いやいや、食いすぎよ。もう焼け食いってやつよ。どうせぐらいだ、焼け食い。これで着替えて、どこが一番監督に見つかりにくいかなと思って、あ、バットケースの真ん前がええわ、監督その後ろおるからと思って、バットケースの真ん前こうおったっけ、こう。こう。で、試合見よったら。そしたら上田と川口がね、合わないのよ。首を振るのよ、何回も何回も川口が、もうええ加減川口適当に投げろよと思いながら、わしでも100何回振ったことがあるけんね、川口。あ、そうですか。あれだけいいの。こうで今ヘッドコーチやってるから、彼に数えさせた、
川口が何回首振るか数えとけって。そんなことまでやってたんですか、何回振るかっていうのは。もうあまりにも振るから。あだったら160、50超えとったらね。そんなにいいですか。よう振るな、じいじコースまでね、丁寧に首振るのよ。じゃあ適当に投げないのにな、もうどうせ真ん中に来てもこっち行ったらあっち行くのに。そんなにコントロールのいいピッチャーじゃないで、で2対1で勝ってたのよ。ね、で5回の終わって6回の裏かなんかにさ、ワンアウト一塁になっちゃったのよ。はい、たら山本浩二さんもしびれ切らしたんだろうな、急にさ後ろから立つ行くぞって言う。ええー、と思ったわけよ。何ですか。ええー、と思って食いすぎてるしね。もうだいぶ消化しとったけど、で行くぞって言うけさ、キャッチボールも体操も何もしてないのに、もうそれはないと思いながら、レイガさん見てさ、5、6球ポンピョンピョンってキャッチボールして行ったのよ。で、バッター角源氏よ。ワンアウト一塁だから、で、角源氏も当然送りバントだよな。送りバントコーンとしたのよ、ピッチャーとキャッチャーの間ぐらい。もう完全にキャッチャーのボールではあったのよ。だけどわしもお前準備運動してないからピッチャーって言ったわけよ。川口行けと、川口も行ける範囲だった。まあまあピッチャーのボールなんでしょ。いやいや、本当はわしのボールなんや、正確には。もうすぐそこじゃん。でもピッチャーも行けるとこなんで、ピッチャー言ったらさ、川口がキャッチャーのいかにも近いの分かっとるから、で野球ってかぶせられたら、かぶせられた方が、例えばセンターって言ってもセンターがレフトを置いたらレフトが取らないから、知っとるだろ。ショートショートでも、いやセカンドセカンドってセカンドの方が勝つやろ。そうですね、だいたいかぶせられた方が最終的な、そうそうそう、かぶせられた方が、そうそうそう。で、わしがピッチャー言ったら、キャッチャーって言ってゲーッと言ったら、うわーって言って投げようとしたらさ、こっちの目が、左だったかな、ようわからんだけど、ピュアッとこう色ちょっと入れてたんだ、緑の。なんでか言ったら、昼間でもこうサングラスのような感じで、夜でも大丈夫いう、まあ、光があんまり入ってこない、ね、いいの入れてたのよ、はいはい、プロでこれが結構儲かってたから、はい、でいいの入れてたんだけど、それでもこう立ったんだよ。私ね、もし今のワンデーがあったら、もう5年はできて、給料も10億ぐらいよく稼いでるよ。あワンデーはいい、違いますか。ワンデーはいい、まあワンデーはいいですけど、いやワンデーは最高。こうやってピュッとやってピュッと投げてからもらえるんだよ。ですぐこう、はむられるもん。いや、それでキャッチャーって言われて、わーって投げたんでしょ。だったらね、花びらのようにスーッと、どこ行っ、あ、これやばいと思った。取れたっていうのは分かったんですか。分かった。パッって言ったら、パッと出たの。で、それで、パッと、あれやったと思って下見たら、いつもすぐ見つかりよったんだが、色入れてるから。見つからないのよ。おそらくこんなに入ったと思う。犬も昔、こんな丸首だったよ。だから入ったと思うよ。だけど入ったら分かるけさ、でも分からんこう探しよったわけよ。あとはみんながバーッと集まってきて、小早川がもうダメだ、踏むキャラやめとこうやめとこうって言うて、一番目のええやつに探さそうって、翔太お前探せとか言って誰か言うて、翔太一生懸命探しよった翔太で、なかった。ほんでなんやかんやして追いつかれたりなんやかんやして、結局勝ったのよ、うん、広島が。ヒーローはしじゃないんだけど、なぜか知らんヒーローインタビュー呼ばれたの。なんでか知らんけど、広報が、たちゃん、上の人やと思うね、たつ、ヒーローインタビューだって。ヒーローじゃないのにヒーローインタビューか思いながら、で、ヒーローインタビューで、ちょっとヒーローインタビューやってよ、やってよ。今日のプレーはどうですか。いや、コンタクトなくしたけど。いや、そうなんですよ。いやいや、まあまあまあ、まあ、ちょっとこう、なんかちょっとプレーを聞いてくれよ。あ、今日勝ちましたねと。おそうそう、いい状況でしたなとか、なんか今日は途中、上田と合わなかったけど、途中からなんかコンビネーションが良かったですね。ありがとうございます。もうね、ちょっと待ってください、それどころじゃないんですよね、コンタクトのね、紛失届出さないけんので、球場長に永田さんという球場長おったの、ホースでダーッとすんだったのね、永田さんにちょっと紛失届出すんで。それを先やってヒーローインタビューしますから、いたら聞いてるわけ、みんなもう全部だからね、ビジターだけど。で、長野さんのところへ新聞記者がみんな行くわけ、行ってから紛失届きましたか、いたらまたやっぱりセンスがある、その人が辰川から先ほどヒーローインタビューで紛失届受けました、言ってやったものよね。で、砂越しでね、一生懸命越したんだけど見つかりませんでした。でも結局ここに入ってたんですか。帰ったらあったんですか。いやいや、どこかわからんない、入ってないのよ。次の日もやっぱり
未練がましを言ったよ、うん、でただその時はもうプロだから替え持ってたから、まあそりゃそうでしょ、すぐ替えて、だって星野さんちょうど星野さんやったら悪かったのよ、監督が相手の、なんか言われました、今嘘つき詐欺師もめちゃくちゃ言われたよ、お前コンタクトなんかしとるわけないじゃないかお前がってだったらもうちょっと当たらんやおい、どこ見とんだお前とか言って、それでケラケラ笑いながらさ、あの得意の扇風機叩き打ったよ、それでまあ結局そういうことになったのよ。なるほどね、うん、だからね、祈祷が間違ってなかったらはコンタクトは落ちてなかったと思うよ。なるほど、まあ、で、まあ、そういうことでね、コンタクト事件はそういうことだったのよ、言うたか。わかりました。ヒーローインタビューまで受けたんですもんね。ヒーローインタビューで紛失届け出したから、そうそれなかったらもうあれで、じゃあ一回切ります、まあ、切る、もう12分よまだあるよ、あと10秒ちょっとある。いやいや、もうできるの、お前大丈夫、大丈夫、ほんまにコマーシャルでも入れるの。え、入れます。はい、どうも。